はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらですよ。これ私が一番好きな車なんですが、日産スカイラインですね。スカイラインゴーチョンことスカイラインが紹介するというですね。日産のスカイラインです。これを語らないとね、スカイラインゴーチョンは始まりませんので、あれなんですけども、世代を重ねるたびに大きくしたり小さくしたりを繰り返す1990年代のスカイラインだが、1998年5月登場の10代目は、まだまだ先代の反省から寸法を縮め、ボディ特性をアップオール。ただし、今度の寸法配減は、ホイールベースをマイナス55センチ、全長をマイナス60センチ、スタイルはマイナス15センチと小幅で、全高はチタンがプラス15センチ、サンダーバーサイズの電車はクーペがプラス5センチ、チタン深くとがない引き締まったボディとなったという。再びスポーツ面を名付けた、フォードスポーツランとツーラースポーツクーペの2つで形成し、GTR は、R33 系を継続、時代を反映し、環境安全面も進化した。こちらの、ここから大きな変化は、エンジンがネオストレート6に改良されたこと、直列6気筒 DOSC24V、NYCS プラス MVCS、EDI、ACCSI の RB25DE 型、2498cc、200馬力、EW 車 ELEV、ターボ付き RB20DET 280馬力、RB20D 型 1998cc、155馬力2番の3種類を付け、機動式は RW または4W のアテイサ ETS、自動変更は EATX とマニュアルモード付きのデュアルマチック NATX を新採用、マネジングの締まりは改良を残し、ディスカベリーシリーズ付きトラクションコントロール、システム BTSCS が取り入れた、ターボ車、電動スーパーハイジャスは、引き続きターボ車に照準設備し、リアル SRC エアバッグ、ABS、ブレーキアシストの電車に照準してますね。で、1999年4月に GTR をフルモデルチェンジ、同年8月で一部変更、2000年8月でフロントバネのデザインを手を加え、シートチェア、スターリングホイール、メーターなどが変更し、RB25DET 型のトルクアップを実現。2001年6月に全く新しい FN のパッケージのように新世代のプレミアムスポーツラインと進化を改めたことで、これまで長く個性的にスカイラインの歴史に幕を閉じてしまった。で、これ以来高級のスカイラインというふうに変わってしまって、ここで今までのスカイラインファンが、ここからある意味離れていったんですね。ですからその今に続くスカイラインというのは、あれはもうスカイラインという名前はスカイラインだけど、実際にはもうスカイラインですじゃなくて高級車なんですね。でここで日産のゴーンが要するに、もうスカイラインをやめてしまえって言って、でスカイラインのこの形を最後に10代目を境にこのスポーティーなデザインをやめて、で同じスポーティーなんだけどそこに高級感をつけようって言って、で高級車にしちゃったんですよ。もともとはゴーンが言うには、もともとは日産のスカイラインというのはもともとは高級車から始まった。確かにそれはでもそれは日産の時代ではなく、プリースというね、プリースが当時日産のライバルでしたから、そのプリースの時代は高級車として出してたんですよ。ところが日産としてのスカイラインというのは、後にプリースが、スカイラインが2代目あたりぐらいからスポーティーなスカイラインを出してもいいんじゃないかということで作り始めたんですね。で、そしたら日産の合併されるようになって、3代目でよりこうスポーティーな、シボレーのコーベットかな、シボレーのインパラか、あれを参考にして、よりこうスポーティー車へと作っていって、でそれをよりこう力強くやっていったのが日産なんです。だから日産の会社に入ってからのスカイラインというのはスポーティーさを全面的にサポートして全面的に売りに出してた。だから今思うと、あのゴーンというものは日産の今までのその90年代の時の名車、ああいったものをことごとく打ち破ったんですね。ことごとく悪どいですよ。だからことごとく日産の90年代のだった車をもうデザイナーの許可を無理やり通してことごとく潰してしまった。だから桜井さんというね、有名な、もう亡くなって随分経ちますけど、スカイラインの設計を携わった方がいらっしゃいますが、ゴーンというのはかなりあの人嫌われてるんですね。ですからもう、それはそうでしょうね。あんな強制的に、
デザイナーの許可も強制的にねじ曲げてしまうし、で多くの人をリストラさせてしまうし、何でもかんでも競合的にやってたような人でしたから、ですからそれがもう嫌われるでしょうね。でそれでスカイラインの生みの親のね、桜井さんだってもし生きていらっしゃって、まあ、もう天国にいらっしゃってるけども、あの人だって相当その日産のやらかしたその脱税に対して怒ってるんですよ。ゴーンのやらかした指導の仕方、欠陥車ばっかり作ったっていうのは相当怒ってますよ。でそれで、日産のこの頃のスポーティー車だった日産のスカイラインを高級車にしてしまったっていうのもやはり相当怒ってるんじゃないかなというふうに、思いますね。ですからこの10代目あたりまでは非常に良かったんですね。ただなんか最近のモーター雑誌かなんかで見た情報によると、新しいなんかスカイラインが出てくるらしいんですよ。でそれが、この方の10代目とか平成の初期に出てた R32 型のスカイライン、あれをこう思い出させるようなデザインで、コンセプトカーなんかも画像に出てましたね、そのモーター雑誌に。この後ろがこういうスカイラインみたいな丸い4頭テールで、まあ、前がこの R34 の ER34 のこのキツネ目の、テールのようなこう感じのやつがこう出されてましてね。でそれをそのモーターショーかなんかでこうコンセプトカーで出したらしいんですよ。でそれをこう発売すると言ってるんだけど、でそこに今度のやつは排気量を 2000cc ぐらいに落とすのかな。でそれで、今 3000cc 近くあるんだけど、それを落として 2000cc ぐらいにして、でそこにあのハイブリッドのエンジンを乗せると言ってました。ハイブリッドの、エンジンを乗せて、でそれで販売するっていう。価格はね、だいたい300万か400万って高いんだけどね、400万ぐらいって言ってたかな、なんか高い値段出してくれるみたいな。でそれで若者たちにどうでしょうかみたいな。ただ今あのゴーンがとんでもないことをやらかしてるし、そのゴーンがいなくなっても、そのゴーンと一緒にいたやつが今度会長にまた返り咲いたでしょ、社長に返り咲いたから、あんなヘナヘナとしたやつにそのな感じのね、もう本当にあの人もあの人でもう情けないんですよ、日産のやり方がまずいからね。だからそれをこう反省をしてるようにはあまり見えないのでね。でそれでそういうふうにあの人はやっぱりそのなんだろうね、お客様のことよりは金儲けのことしかやっぱ考えてない節があるから、そうするとそこを株主の人に問われたんですよ。あなたがね、社長また返り咲いてやるって言ったってね、あなたのもともとあなたの手で負えなかったからゴーンさんに委ねたんでしょうと。それをゴーンさんが、ね、金金金って金儲けのことばっかり走って脱税やって欠陥車だらけ作ってとんでもないことやらかしたじゃないかと。でそれでまたあなたが社長として返り咲くのかと。いや、もともとあなたの経営が失敗をしたからゴーンが来たんでしょうと、ゴーンさんに来たんでしょうと。だったら今度はまたゴーンさんではない人が社長さんになるんだけども、それはもっと他の人が適任で社長さんになった方がいいんじゃないかって言ったんです。ところが、いや私はもう一度日産を立て直すとか言ってでやってんだから、またあの社長もまた失敗をやらかすと思いますよ、何らかの失敗をね、例えば欠陥車をまた作ってしまうとか、そういうことをやらかすと思うんですよ。ただ今のそのスカイラインに関しては新しいスカイラインが出てくるって話なので、まあそれが 2000cc ぐらいで、まあハイブリッドカーであれば、まあそれでデザインがこういう形のデザインであればね、まあいいかなというふうにはまあ思ってる節があるんだけど、ただ思ってるところがあるけど、ただあれだけ欠陥車を出した日産が安全面で大丈夫なのかと。この時のスカイラインも欠陥車だらけだったんですよ。サスペンションがブニューブニューだったのと、ダッシュボードが夏場になるとベタベタするんですね。あのゴキブリホイホイかと思うぐらいベタベタするんですよ。ダッシュボードをこう触った時に、夏場の時なんでこんなベトベトするのみたいな。ダッシュボードがまずベトベトするってのはありえないですからね。
でそれを夏場だってダッシュボードがベトベトするわ、それでそのなんか溶けてしまうんじゃないか、溶けてなくなるんじゃないかってぐらいの、ベトベト感出したし、あとそのサスペンションがこのやられてしまって削れてしまったと。ですからこれ走行高速に走行してたらガカーンと下がって大事故になりますよって言われて、でそれはもう車検の時にね、もうサスペンションはこれは取っ替えなきゃいけませんねって言われた。だけど当時の日産ってのはその欠陥車ってのは認めないところがあったから、まあ結局全部そのオーナーが負担持ちですよね。でそれで彼だったらこれは20万ぐらい今の覚えて20万ぐらいかかるって言われたから、えそんなにかかんのかと。だからもう20万も車検にかかるんだったら、じゃあ泣く泣く手放すとなったんですね。でしかもその時ってガソリン代も高騰してたし、まだその時リーマンショックのちょうど時代だったから、で経済がガクーンとものすごく悪くなった同時にガソリン代もすごい上がったし、保険代もね、あの若者が車に乗るってだけで、ね、すごい上がったんですよ。ですから特にスポーツカー系は高くなってきたんですね。でそれでそんな高いのはっていうことで泣く泣く手放したんですよこの車。ただその時自分が何よりもそういう状況から悔しかった上にさらに悔しかったのは、もう悔し涙が出たくないだったのは、要するに自分が免許を取れなかったってこと、その当時ね。なぜなら知的障害という人は免許を取っちゃいけないって言われたんですよ。知的障害の人が免許を取ると万が一事故に巻き込まれたり事故を起こしてしまった時パニクる可能性が高いから冷静な判断ができないでしょうと。だからそんな人に車の免許を取るっていうのはやめた方がいいと。でましては知的障害っていうのは発達障害を同時に来てる可能性もある。そうすると、多重性欠陥だから、要するに一つのことにしか集中がいかなくなるから、そういう人に車の免許を取って車を運転するっていうのはかなり危ないから、まあやめた方がいいっていうのが国としての方針だったわけですよ。でそれでその後、まあ、法律が変わって、それは人種差別だと、それは障害者を差別していることになるということになって、でじゃあ国もな、まあ渋々っていう感じなので、国からしたら、だからまあそういう人がどうも免許を取って、ちゃんと、ね、指導通りしていれば、決まりを守っていれば、ある一定の条件をつけてそれでいいですよっていうことで免許を取れるようなに変わりました。ただ私がこの車を中古だったんだけど、ね、中古で手に入れた時にはもう、その時にはまだ免許の取れない状態だったから、だから取りたくても取れないような状況だった。だからその時に私は障害年金っていうのがあって、それを貯めてね、でそれで免許取れる年になったら、免許取れるように許可が下りたら、もう即免許取りに行きました。それは20いくつだったかな、5ぐらいの時だったから、即免許取りに行ったよ。でそれでそれで即免許取りに行って、あれだったですね、その あれだったな、結局いくらかったかな、25万ぐらいで、いや25万ぐらいだと思ったな。まあ、ちょっと1個、ということは5回ぐらい落ちたんですよ。落ちるたびに1万円ぐらいかかるって言われて、1万円ぐらいかかって5回落ちたけど、5回目でやっと受かったって感じかな。だから25万ぐらいかかった。で、それで、合格して免許取りましたけどもね。でももっと今じゃもっと教習所ってもっと高いみたいね。教習所にその全科目で、まあ、試験に起こって一発で合格したっていうだけでもやっぱり30万とか40万近くかかるみたいですよ。中には50万近くかかるなんてとこもあるみたいだから、だから結構金かかるみたいなんですよね。でそれで、だったから私なんかあれまあ良かった方ですね。そんだけのお金25万ぐらいするんだから、他はね、なかったね。そしたら親戚の甥っ子の子がいるんだけど、甥っ子の人、こうなんか、一発で合格したって言ってたからね、免許一発で合格したって。それがまだ安かったから、教習所の金額は20万ぐらいだったかな。だから20万でやって一発で合格したって言ってたからね。
は俺よ5回ぐらい怒ってるんだけど、こいつは1回も怒りようもなく一発で合格したのかみたいな。だから頭が優秀なんだね。で一発で合格したってことね。だからなかなかのところがあったんだなと思うけど、まあなかなか私なんかこれが好きで、でこのミニカーはね、あるファンの方からいただいたんですよ。スカイライン51の時に、まあスカイラインさんってみんな呼んでくださったり、昔からしてくださって呼んでくださってありがたいんだけど、まあその時でしたし、なんかはそのあれだったんですよね。その時代の人たちが今こうサンバークラシックって名前変わって、見てくださってるかどうかはまあわからないんですが、まあ見てくださったらありがたいんですけども、まあそのあるファンの方が、私がスカイナインが好きだということを知っていて、でそういうファンだったから、ぜひこれはスカイナインさんに、ね、そうやってスカイナインさんにとっては悔し涙を流したぐらい思い出のある車でしたらば、これはスカイナインさんに持っててほしいものですって言って、でその人が自分でコレクションしてたんでしょうね、おそらく狭小のミニカーを。でそれを何かの理由で手放すじゃなくなって、手放した時に、で多分その人はどっかに持っていくか、あるいはオークションかなんかで売り飛ばそうと思ってたんでしょうね。ところがそれで売って飛ばしてしまうよりは、あなたみたいにそんだけ車が好きならば、まあその人のところに持ってった、その人のところに売った方がいいっつって、で売ったその人のところにあげた方がいいっつって、それでくれたんですよ。でですから、まあ私はもちろんね、そうやってもらった以上はね、動画に紹介しないというのは、これはそんな失礼な話ができないから、やはりもらった以上は動画で紹介をして、これはいただき物ですということで紹介しましたけども、そのものだったんですよ。だからこれはいただき物の、スカイナインだったんです。だから非常に嬉しかったですね。当時その人いくらで買ったかって言ったら700円ぐらいって言ってました。700円ぐらいで、サークル系サンクスで購入したって言ってたかな。だからそれでね、700円でね、購入したやつを、それをもらっていいんですかみたいな。で、それでもらって、で、それで今でも大事に他の写真と一緒に、まあ、飾ってるという感じなんですが、まあ、なかなか良かったですよ、これ。ですから、気に入ってるんですね。で、赤ってのはね、あんまり珍しい色ですから、私のしたら灰色ですけど、赤ってのはなかなかなくて、他の色がないんだよね、あれ。ないってわけじゃないんだけど、ほとんど見ない。街中走ってて当時からあんまり見なかった。といえば、これは10代目は、この10代目の使えないのは短かったんですよ。で、しかも私の下のこの前期型だったのね。で、前期型、その中でも特に短いの。わずか数ヶ月で、後期型に変わっちゃったの。後期型だとバンパーがね、ちょっと変わっちゃうんですよ。で、それだったの。で、これに問題さえ乗ってたの。これで灰色で、ここに、これはターボじゃないとここについてないんですよ。で、それが280馬力のターボでこれに乗ってました。よかったですよ。で、それで、黒黒バージョンさん。だから、それ以外の赤とか、それが青とか、ああいうのあんまり見たことなかったね。だから、すごい貴重じゃなかったんだよね。だから、あれを結果的に会社にするっつって、ホンダのところに持ってって、ホンダで3万円で買い取りますっつって、3万円で買い取ってくれたけど、もったいなかったなあれ。それずっとね、取っとけばよかったね。まあサスペンションがちょっといかれてたのと、そういうダッシュボードがベトベトっていうのがあったけど、でもあれを取っておけばね、そしたらあれだったね、一時的に取っておけばよかったんですよ。でそうすればね、まあバムスに今乗ってるけど、バムスに友達がその後ね、買って乗ってたけど、それで二台持ちになったけど、それぐらいするんだったら、一旦そのスカイラインを廃車にして、せっかくローンもね、終わって2年ぐらい経ったから、もったいなかったんですよね、4年かけてローン払って、そんで終わって、5年か、5年ローン払ってかけて、やっと終わって、で2年ぐらい経ったんだ。だからね、せっかくそういう車をね、もったいなかったね。だからあれを、例えば、まあ、雨ざらしみたいになっちゃうけど、まあそこでこうね、取っておけばよかったね、1年か2年ぐらい。その方がもったいなかったね。だって今のエルグランド、車検自体は
ぶつけられたのもあったから30万ぐらいかかるって言われたんですよ。はあ、そんなにかかるのかみたいな。だから、だったらこのスカイラインが20万で済むって言うんだったら20万で高いなと思ったけど、まあ、それも一時的にね、そのガソリンが高いとか保険も落ち着いてきたら、また乗るっていう風にすればよかったね。でその間ナンバーなんかも外して、保険なんかも一時外してもらって、でその方が良かったなと思ったんですが、まあそういうわけでこのスカイラインというのは非常にそれだけやっぱ思い出があった車ですね。よかった。ね、そのまま取っとけばよかった。仮にそれが廃車になって動けなくなったとしても、まあそれでも十分ね、コレクションとして価値もあったりするし、それをいざ売ったってなったら結構それでもやっぱり価値は出てたんじゃないかなと思う。でターボだったからリッターが 7か8ぐらいだった。しかしそんなに8ぐらいか、そんな燃費は良くなかった。だけどそれは明らかに高速走ってて、高速みたいに直線走ってて、キュイーンっていうターボの音が時速80キロぐらいになる、70、80キロぐらいだとキュイーンってターボの音に変わるんですよ。あれ80いったらまずいんだよね、燃費悪くなるから。だからそれを80キロぐらいにならない程度にやってたら、まあリッターそれでも7、8ぐらいだと思うんですけど、まあターボが効けばリッター5とか6とかになっちゃうかもしれないね。だけどまあそれでもまあよかいい車だったんだけどね、あの車。だから一緒にあれだったんですよ。もったいないことしましたね、あれ。今思えばあれずっとね、その取っておけばよかったな。そうしたらあのスカイラインは今頃そうだね、修理して車検に出して、でずっとまた乗ってたかもしれないよね。いやいいね、本当にいい車手に入れただけに本当悔しかったわね。まあそういう思い出がありましたね。これも一時期ね、乗ってましたからね。乗ってたって言ったら当時はほら一部のところでしか道路走れんかったから、一部のところでしか走れなかったけどね。ただ道路走ってたから上地に運転して、でそれで走ってたの。だから非常に良かった。これでだって伊豆のところまで、伊豆の旅行まで行ったかな。伊豆とか 山梨のところまで行きましたからね、これ乗って。だから山梨じゃない、伊豆の方まで行ったんだ。だから結構あれでしたよ。これがね、ある意味ありますよ。レジっていうね、とある妹がいますけど、このレジがですね、これ乗って吹っ飛ばしたんだよ。すげえスピード出して吹っ飛ばしたからね、あの人。アクセル踏んでいいね、兄貴みたいな。兄ちゃん、アクセル踏んでいいみたいなこと言うから。うん、いいよ、つって。で、ブーってアクアライオン、ブーってアクセル。すごいスピード出たからね。結構、走りやすさながらのスピードがしましたよ。ね。今じゃあいつはもう歌い手として大活躍していますが、そんなエイジがですね、スカイラインを運転してたんですよ。そしてアクセル踏んでいいっつって、ういよっつったらね、思い切り踏んでやるみたいな感じで、思い切り踏んだからね。突っ込んでアクアライン吹っ飛ばしてきたからね。すげえなぁ、みたいな思ってね。なかなかそういう姉ちゃんもいないよ、ある意味。なかなかそういう人いないよ。女の子であんた、お前スポーツカー女子だな、みたいなね、ある意味ね。そういう、もう疑われるぐらいの、もう、すげえスピードでしたからね。だから、あれだったんですけど、まあ、それだけやっぱりいい車でしたよ、これ。で、わー、面白い、楽しいみたいなことでしたからね。まあ、昔からそうでしたからね、何でもかんでもあの勢いでしたからね。だからもうそういうのはありましたけどね。でもなかなかこの車っていうのは良かったなというふうに思ったね。いい車でした。というわけでどうもありがとうございました。